A talisman is an object marked with magic powers and is believed to confer on its bearer supernatural powers or protection. A talisman is a small amulet or other object often bearing magical symbols worn for protection against evil spirits or the supernatural.These talismans have a wide variety of purposes, as each one is specifically made for the intention of helping each individual. And talismans are charms which have magical empowering abilities or power of their own, which is transmitted to the possessors. Here is one of them, or anArabic talisman. アラビアの語符、つまりお守りの中にこんな語符がありました。今日はこの語符について調べてみます。広志林ハーママステリージャパン。アラビアの魔法を研究なさっておられるイタリア・ローマ在住のニコ・ジェラルディさんからこんな情報が届きました。アラビアの語符の中に日本の前方後円墳に似た形のものがあるというのです。左がアラビアの語符、中央が日本の前方後円墳です。ニコ・ジェラルディさんは数には不思議な力があると主張なさっておられます。その一つが魔法陣ということになります。その魔法陣を調べている過程の中でこんないわゆる語符が出てきたというのです。中央下に四角形で描かれているのがその魔法陣です。このアラビア語符を180度回転させるとそれはまさしく前方後円墳の形になります。そしてその形は日本の締め飾りの原型となっていると私林博は判断しています。関係があるのでしょうか、それともないのでしょうか。これがそのニコ・ジェラルディさんが届けてくださいました1ページですが、アラビア語で書いてあるため、アラビア、つまりイラク在住の視聴者の一人の方にですね、お願いしてここに何が書いてあるかを読んでもらいました。ハンドルネームは The Secret of Civilizations さんという方です。林博士、我が友よ、あなたを喜んでお助けします。私も日本人が大好きです。私はイラク出身で2005年に日本軍、つまり自衛隊の仕事をしていました。皆さん大変良い人たちでした。勇敢で天才です。私は侍を尊敬しています。そこでこの文章を翻訳し、あなたに内容を話します。このページはアラビア語の魔法の本からのものです。この本の著者は魔法の使い方を述べています。つまりこのページでは敵に対して火星のパワーの使い方を説明しています。これはその魔法を使う人のまじないの形を示したものです。が、私はあなたに話さなければなりませんが、すべてのアラビアの魔法の本は嘘で、その中には何も役立つことはありません。多くの人たちが魔法を試しているのを知っていますが、
何も役立つようなことは何も起きていません。つまり人間というのは神だけの名を呼び、神だけを信ずるべきです。神、つまりすべての神々の創造主ですが、私たちは神の大変高いパワーのエネルギーのため、その姿を見ることはできません。私たちが見ることができるのは、神が創造したものだけなのです。人間の目には限界があり、すべての光および振動を見ることはできないのです。そして魔法というのは悪魔ルシファーのなせる技ですから、大変大きな罪なのです。悪魔のルシファーは神の敵で人間の敵なのです。その人間はまじないを信じ、フリーメイソンは悪魔ルシファーを信仰しています。人はアッラーの神以外からはそれ以上の力を得ないのです。と、でその五腑について調べてみることにしました。これがその火星のパワーを象徴する五腑ということになりますが、その周りにメモリが刻んである点に注意してください。どこか私の前方後円墳天文観測台イコールカレンダー説と重なる部分があり、大変気になりました。そして先ほども言いましたように、これらの形には明らかな共通点があります。丸い円と、そして三角もしくは四角ということになります。前方後円墳王権リング説 by 林博史について説明しておきます。前方後円墳です。バチカンです。そしてメッカカーバです。右は現在のメッカカーバです。これが旧メッカカーバです。やはり円形と方形部の組み合わせで形ができています。丸い輪に四角ですね。で、その形は王権リングを模したものであると私林博士は考えています。地上の王たちは神からこの王権リングを授かることにより、その地方地域の王権を手にしました。そしてそれが日本の締め飾りへとつながっています。そしてその形は全世界でも使われています。右がエジプトキングツツです。左がマヤの王の紋章です。つまり王権リングはですね、世界中で王のシンボルとして使われているということです。今見せましたのは16花弁の菊の紋章ということになりますが、右がキングツツ、左が日本の最も神聖な紋章です。共にすべて太陽の光線、太陽を表す紋章であると私林博士は考えています。が、それは今日のポイントではありません。今日のポイントは先ほどお見せしましたアラビアの五腑とこれらの形が大変よく似ているという点です。で、これは偶然の一致なのか、たまたま五腑にそのような形があったというべきなのか、判断に苦しむところですけども、しかしメカカーバ神殿のそのコンセプトと先ほどお見せしましたアラビアの五腑のコンセプトは大変よく似ています。周りにメモリのようなものが刻まれている点に注意してください。
そしてメカ・カーバの円形部の中心にはキューブが位置しています。左のアラビアの五府の中心部には魔法陣が描かれています。そしてその下は同じく三角形に近い方形部ということになります。で、結論ということになります。アラビアの五府がですね、すべてあるいはほとんどが前方後円墳形であれば話は別ですが、これ一枚だけではイコール前方後円墳イコール五府というふうには片付けられないということです。ただこの左のアラビアの五府とメッカ・カーバが互いに何らかの形で影響し合っているということは考えられます。つまりどちらか一方がどちらか一方を意識してこのような形を決めたとも考えられるわけです。がアラビアの五府の形を真似てメッカ・カーバ神殿の形が決まり、さらに日本の前方後円墳の形が決まったと考えることにはかなり大きな無理があるということになります。つまり前方後円墳イコール王権リング説、その前方後円墳に基づいて日本の締め飾り右が決まり、そして世界の神聖な場所の形が決まっていったとやはり私林浩氏は考えます。そしてその名残が世界中に残っているということになるのではないでしょうか。もう一度この写真を皆さん自身で見比べてみてください。 Bye for now. Here I show you it proof and evidence why I call it Jomon civilization, though Japanese archaeologists never accepted to call it Jomon civilization. It is Jomon civilization because it is so. 日本の考古学者はそれが縄文文明であるとは決して認めませんが、私林浩司はそれをあえて縄文文明と呼びます。ここにその証拠と証明をお見せします。広し林ハママスリージャパン。The terms king and kingship are applied not only to human rulers but also toGod. Those who were appointed as a ruler of the land were given the symbolic item of the ribboned ring of the kingship. Here in this relief of King Khosrow II, you see two of the rings which are to be given to the king from Mitra right and Anahita left. But what are the rings like?How do they look like? Here is my answer. We have the ring itself here in Japan, though no one knows what it is. No one except me. It is now at Idojiri Archaeological Museum, Nagano, Japan. This is a ring of the kingship unearthedFrom Jomon Land, Japan. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. では皆さんにコスロ2世を紹介します。
ペルシャ帝国最後の王と言われました。紀元後600年前後に活躍した王ということになります。これがそのレリーフです。中央にいるのがコスロー2世です。向かって右側にいるのがミトラ、そして左側にいるのがアナヒータということになります。まあ、古代の王たちはこのような形でですね、自分を中央に置いて、そしてまあ神々を左右に置いて、自分の権威づけを行ったということになります。向かって右側がミトラ、そして左側がアナヒータです。そしてミトラとアナヒーターはコスロー2世に王権のシンボルであるリボン付きのリングを渡しています。王権リングについて説明しておきます。リボン付きの王権リングです。さらにその上位の神からですね、この王権を渡された王もしくは神はですね、その土地の支配権を得ることになります。そのシンボル的なアイテムが王権リングということになります。丸い輪に短冊がついています。そこに注意してください。丸い輪に短冊です。あるいはリボンとも言います。で、拡大してみますとこのような形をしています。で、一見すると丸い輪に見えますが、拡大してみますと、螺旋形の形をしているのがわかります。注意深くご覧ください。螺旋形ですね。リングという輪ではなくて螺旋形になっているということです。向かって右の上あたりでその、リングが交差しています。いわゆる螺旋形だということです。で、周りにはなってますかね、模様が描かれています。で、それをちょっと私模型で作っていましたけども、このような形だということですね。そしてそれと同じものが長野県の井戸尻考古館に展示されています。この部分を見てください。で、拡大してみますと、その両者がですね、似ているというレベルを超えて同じであることに皆さんもお気づきになると思います。このリングの模様も一致しています。by 林博士です。そして、このリング、よく見ていただくとわかりますように、やはり螺旋形です。つまり、井戸尻考古館に展示してある、この土器はですね、土器ではなくて土偶の一部だということがわかります。これが皆さん事実です。左がコスロー2世の王権リングです。紀元後600年前後に活躍した王です。そして右が縄文リングです。この両者は全く同じです。こうした事実を無視して良いものでしょうか？あるいは無視できるものなのでしょうか？もう一度ここを見てください。もう一つの王権リングはここに、彫刻されています。左の方はやや見にくいという感じですけども、それでもなんとなく模様がですね、似ているというレベルまではわかると思います。すなわちこれもやはり王権リングということになります。同じ王権リングだということですね。そしてもう一度、先ほどの王権リングとミトラが持っていた王権リングと比較してみてください。螺旋形です。模様も一致しています。そしてそれがですね、まあ、レリーフの頭の後ろにつけられているということです。それについては、これからゆっくりと説明します。この王権リングは、さらにその上位の神から、王もしくは神に渡されたものですけども、渡された王はですね、それを頭の後ろにつける習わしになっていたと、私、林博士は判断しています。これはまた別のレリーフですけども、このレリーフに注意してください。そして色をつけてみましたが、頭の後ろについています。頭の後ろについています。つまりこの部分に、王権リングを飾ったものと思われます。頭の後ろについていることを確認してください。で、南米でも同じような王権リングをかたどった王が、つけた王が表現されています。頭の後ろについています。まあ、アステカでもやはりみんな、頭の後ろにつけていたんですよ。まあ、ともかくもそれが頭の後ろについているという点に注意してください。このレリーフの中でも同じように表現されています。右にいるのがアフラマザー、そして中央にいるのがアルダシール一世です。やはり王権リングを渡されています。
ミンガアフラマズダだということはですね、棒、つまり尺を持っているところからわかります。尺というのはさらにその上位の真剣ということになります。で、やはり頭の後ろにつけています。で、そのコンセプトが、緑地考古館に展示してある、土器と一致します。大変奇妙なガウン、ローブを身につけています。そして髪の毛がポコンポコンと表現されています。そして頭の後ろに、リボン付きの王権リングが表現されています。ですからまあ、井戸人の方はですね、こうしたリボンがもともとはあったはずだと、林博士は考えています。で、左はですね、甲府で見つかっている道具ですけども、腰から下は復元模型ですから、除外して考えてください。で、ポコンポコンとやはり髪の毛が表現されてますね。そして頭には丸い輪がついています。で、独特な、まあ、ローブといいますか、ガウンを身につけています。まあ同じと見ますね。ですから、このように王権リングが元々はついていたと判断します。そして左を表から見ますと、このようなお面をかぶった ET ということになります。右も甲府で見つかった土偶です。で、三本指だということですね。で、顔も一致していると。なあち、少なくとも人間ではなかったということになります。イコール、まあ、ET、イコール、神と考えて良いということになるのではないでしょうか。さらに、検証を続けてみます。アフラ・マズダーですね。で、今言いましたように、このアフラ・マズダーと同じ像が、日本の長野県の井戸尻考古館に展示されているということです。ここが重要ですね。で、左がアフラマズダ。右も、まあ、それに類したと言いますか、同じに考えて良い神だということになります。繰り返しになりますけども、髪の毛がポコンポコンとついていますね。そして、こんな像がアフガニスタンで見つかっています。一応、これはブッダ像ということになってますけども、この像で注意していただきたいのが、この独特なガウンです。この中央のガウンと、右の井戸尻の考古館に展示してある土器のガウンと一致します。まあ、このようなガウンって言いますかね、を、まあ、古代の神は身につけていたということになります。そして、その展開図と比較してみますと、酷似しているというよりも同じと判断できます。中央で垂れ下がって、左右で垂れ下がっています。つまりこのような形で左にあるのはこれは土器ではなくて土偶の一部ということになるのではないでしょうか。そして右がニフルサングです。手の先に注意してください。指がない状態でスッと曲がっています。そのコンセプトもやはり一致します。アフラマズダーですね。そしてアフガニスタンで見つかった像です。独特な衣服を身につけている点に注意してください。そして、このアフラ・マズダーの足に注意してください。これは、折れたり壊れたりしているというわけではないんですね。丸く綺麗に収まっています。つまり、アフラ・マズダーには、フットの部分がなかったということになります。つまり、少なくとも人間ではなかったということになります。ご自身で確認してください。あぶみがありませんね。足が丸くなっています。そしてそのコンセプトは、上のペルセポリスに残るアフラマザーの像とコンセプトが同じになります。一致します。つまり神々は、この地上を歩くときには、歩行補助装置を必要としたということになります。この足で地上を歩くことはできません。まあ、細い足でですね、先がくるっと曲がっていたということになります。右はニムルートで見つかったレリーフですけども、歩行補助装置を身につけています。まあ、それについては別のところで詳しく説明しましたので、今日は省略します。で、これが井戸尻考古館で見つかったレリーフです。で、こうした香炉も見つかっています。逆さまに展示してあります。逆さまに展示してあります。ひっくり返しますと、その姿はまさに神の姿ということになります。
そしてこれが Turkish hat です。トルコの帽子です。現在もこうした帽子が使われています。同じです。そして先ほど言いましたアフガニスタンで見つかった象の衣服と一致します。ご自身で確認してください。そして、ニフルサグの手と、そして、井戸尻にあります、まあ、土器でしたね、の手と比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。こうして、四方八方から一致していきます。となりますと、井戸尻に展示してあるこの土器なるもののですね、円形の、その螺旋形のものは何かと言いますと、当然それは、王権リングということになります。となると、皆さんは顔が違うじゃないか、顔がおかしいじゃないかとおっしゃるかもしれません。確かにこのアフラマザーは人間のような顔をしています。しかし、左のようなオーバーオールヘルメットがバビロニア、メソポタミアで見つかっています。古代の神々は、こうしたオーバーオールヘルメットを被っていたと判断できます。つまり人間と接するときにはこのようなヘルメットを被って接していたということになります。そのヘルメットとそしてアフラマザーの顔とは一致します。つまりこの右のアフラマザーの像の顔はこれは本来の顔ではなくてオーバーオールヘルメットを被った顔であるということになります。こうして総合的に判断していきますと、井戸尻考古館に展示してある土器なるものの、背面に、まあ、表現されている螺旋形のリングは、まさしく王権リングということになります。王権リングです。それが表現されている。そしてそれがですね、紀元後600年前後のコスロー2世のレリーフの中に描かれているということです。つまり、縄文の王権リングが、それから数千年を経た、コスロー2世のレリーフの中に描かれているということになります。皆さん、これが事実ですよ。この事実をどう判断するかということですね。それともあなたは偶然の一致と言って、やはり無視してそれで忘れてしまうでしょうか。それではいつまで経っても、謎の迷路から、抜けてることはできないものと私、林浩司は考えています。余計な心配かもしれませんけれども、大切なことは自分で考えて足を一歩前へ踏み出すことです。だと考えています。もう一度最後にこの王権リング。もう私はこれを王権リングと判断しましたが、いかがですか？皆さんはこれを何だと思いますか？私、林浩司はこれを王権リングと判断しました。The ribboned ring of the kingship ということになります。By Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about ribboned ring of kingship, which connects Japan with other civilizations in the world. 今日の物語はシンプルです。リボン、つまり短冊のついた王権のシンボル、つまり王権リングについてのものです。この王権リングこそが日本ランドの文明が世界第一の文明であったことを証明します。古代ペルシャの王たちは神から王権、つまり地上の支配権を表す王権リングを授かり、その土地を支配しました。それがここで言うリボンのついた王権リングです。そうしたレリーフはバビロニア、メソポタミア、アッシリアの各地に残っています。がそんな中、フランス在住のセリ・キムラさんから一枚の写真が届きました。精細な写真です。説明文によると、コスロー王がミトラに王権を授かっている、そうした場面を表すレリーフの写真です。
コスロ王というのは、ササン帝国最後の王で、6世紀から7世紀の王です。そのレリーフを見て驚きました。私がかねてより予想していた通り、また、動画の中で説明してきましたように、王権リングは、リングではなく、螺旋形、つまり、渦巻き型のリングだったからです。ビンゴー!つまり、その形が、長野県井戸尻高校館にある土器のリングと形、そして飾りが一致しました。私はかねてより、井戸尻のその土器は、土器ではなく、土偶の一部であると主張してきました。もうそれから3年になります。そしてそこに表現されているリングは王権リングの一部であると主張してきました。それも3年になります。セリ・キムラさんから届いた写真は私の仮説を説明あるいは証明するためのものであったのです。それを今日この動画の中で皆さんにお見せすると同時に、これでまた日本の縄文文明は世界に先駆けた世界第一の文明であった。という説をさらに補強することができました。つまり、物的証拠を手に入れることができました。画面を見ながら説明します。まあ、この写真がですね、セリ・キムラさんから送っていただいた写真です。精細な写真ですね。そして、まあ、右にいるのがミトラだそうですね。説明文によれば。それは多分そうだろうと思います。トルコの独特のケープを身にまとっています。そして、まあ、中央の王にですね、リングを渡しています。この、まあ、リーフそのままで、ものはですね、まあ、その王がですね、まあ、自分の、権威を飾るために作ったリーフですから、当然中央に自分を置き、左右に神々を置いたものと思われます。まあ、右にいるのが、まあ、説明文によるとですよ、ミトラ。そして、左にいるのが、アナヒータ、つまり、ミトラの、まあ、母親でもあり、まあ、姉的な存在でもあり、また、ザラスストラの妻ということになります。これが今証明しました、渦巻き型のリング。ここに注意してください。今日のポイントはここですよ、皆さん。ビンゴ、ビンゴ、ビンゴです。私が予想していた通り、王権リングはリングではなく、渦巻き型の模様、すなわち渦巻きだったんですね。そして、この、まあ、今、このミトラがですね、このような形で王権リングを手に持ち、そして今、王に、渡そうとしているところですね。いかがですか?これで証明できましたね。で、右が今、さっき読みました、井戸尻高校館にある土器です。この頭の部分にですね、こうした渦巻き型のリングが描かれているということですね。このリングの模様はですね、縄文ヴィーナスの、まあ、側頭部にもやっぱり描かれています。なあち、このリングそのものの形がですね、イナンナ、そしてイシュタールの紋章にもなっているわけです。なあち、王権を授かったという紋章なんですね。そして、これをミトラが手に持って、このミトラが持っているところはまた絶妙なんですけどもね、かつて、まあ、なんて言いますか、その後対立関係に入りますけども、かつてはですね、延期も延リルも、まあ、仲間の神として君臨していたわけです。まあ、この模様に注意してくださいね。なんて言いますか、まだはっきりしませんけども、鍵、なんて言いますかね、夕方のね、まあ、模様が並べてあるということですね。まあ、このようにしてですね、まあ、左には今度は、ミトラですね。神剣を表す棒、尺を持っています。まあ、この棒はですね、今度はその上のですね、私は神であるぞということを表すための、まあ、シンボルですね。そして、地上の支配権を意味する王権リングをですね、こうして王たちに渡していたわけです。それを授かった王はですね、まあ、人間である場合もありますし、まあ、セミゴッドですね。いわゆる半神、半人半衆。半人ですね。いわゆる、なんて言いますか、ハイブリッド型の、まあ、神で、人間だった可能性もあります。まあ、このように、これはダリウスですけどもね、左が。そして、右が、アフラマザーです。神経を持ってますね。尺を持っています。日本で言うと、不動明王ですね。が、その尺を持っています。そして、頭の後ろに、このリボン付きの短冊がつい、リングがついているところに注意してください。ここには、かっていうより私はですね、リングがあったはずだということを主張してきました。その証拠の一つがですね、まあ、井戸尻にあるこの土器ですね。井戸尻の考古館に飾ってあります。そして頭の部分も見つかっているんですよ。そしてこれがですね、まあ、頭にこういうリングがついていたはずだということを私はかねてから主張してきました。そしてそれをですね、今回証明するものが見つかったわけです。この左の像はですね、甲府の、県立考古館にあります、像ですね。下半分はですね、復元図だそうですから当てになりません。この髪の毛がポコンポコンと出ているところに注意してください。先ほどのアフラマザーの髪の毛と一致します。そして独特な、まあ、なってますが、ローブって言いますかね。このガウンのようなものを身につけています。で、腰から下はですね、復元図ですから、ここでカットしておきます。
そしてこの頭のリングを見てくださいね。ここにリングがあったはずだ。そしてそれはリングではなくて渦巻き型のリングであるということを私はかねてから主張してきました。そして今回セリキムラさんから送っていただいた写真でそれが証明されたということになります。だから私はビンゴと言ったんですよ。さあ、神々の土地、それは日本ですね。もともとですね、このリボン付きのリングっていうのは何から来てるかと言いますと、私はこのアフラマズダーの紋章から来てると思います。丸い輪に短冊のようなものですね。下半分の作り方のコンセプトが一致してるからです。そしてそれが日本の前方後円墳となったわけです。空から見てですね、この土地は神々のものであるぞということを宇宙の仲間に示したわけです。そしてそれがですね、まあ、こういった締め飾りになったと。そういうことですね。そしてこのラクスですね。仏教ですが、お宝具の一つラクス。そしてが、数珠もその中の仲間ではないかというような意見をいただきました。そして下がですね、締め飾りですね。そしてこのような形になって現在の日本に残っているということですよね。まさに日本は神々の国だったんですね。そしてこれもどなたか視聴者の方からいただいたご意見ですけども、相撲取りがね、使うその回しもそうではないかと。そしてその形はですね、マヤへと伝わっていくんですよ。マヤ、アステカ、これはアステカですかね、の王ですけどもね。まあこの回し、と同じコンセプトで作られているということですね。そして頭の後ろに、ね、この、いわゆるまあリボン付きのリングが あるということですね。まあ、これはマヤ、アステカでは、まあ、あちこちで見つかっています。この頭に注意してください。まあ、腰の、まあ、これ、回しに似てるってことですよね。似てると言えば似てる半レベルで終わるかもしれませんけども、頭のリングはそういうわけにいけませんね。丸い輪にリボンです。これは、まあ、球体かもしれませんがね。まあ、リングと輪、いわゆるリボン付きのリングだということです。そして、そのコンセプトは、ペルシャの、まあ、ペルシャ、現在のペルシャですけどもね、神々の、まあ、それと一致するということですよね。丸い輪に、そして短冊。まあ、これは丸い輪かどうかわかりませんね。髪の毛かもしれませんね。そしてこのリボンがついていると。これ丸い輪にリボンです。いわゆるまあ短冊ですね。そしてこれがまあ、アフラマズダーの形と一致する。そしてそれが日本の前方後円墳とつながっているということですね。まあ、そしてそれがですね、これはメッカですね。カーバメッカの、形、それが前方後円墳というふうにまあ、形がつながっていくということです。まあ、それだけではないんですね。今言いましたように、マヤ・アステカでも同じようなものが見つかっているということですよね。さらに、後で紹介しますけども、エジプトでも見つかっているんですよね。まあ、世界中で見つかっている。すなわち、これが王権を表すリボン付きのリングであるということになります。そして、まあ、日本でも見つかって、まあ、日本が今中心ですよね。一石に考えてください。ね、ペルシャとマヤの間にあるのは日本ですからね。そして日本の方が古いんですよ、皆さん。そこは間違えていけませんよ。そしてこれが締め飾りですね。そしてこうした形で、日本ではめでたい日にこうして締め飾りを飾る。そしてその形が一番左の形となって、そしてそれがですね、日本の前方後円墳の形となった。というふうに私は理解しています。まあ、前方後円墳、いわゆるまあ、王権リングの形であるという説は、まあ、林博士の説です。そしてこのような形で、宇宙の仲間に向かって、この土地は神々に属するものであるということを宣言したわけです。この形は空から出ないとわからないんですよ、皆さん。そういうことで、まあ、この前方後円墳の形は理解していただけたと思いますけど、もともとはこの王権リンクから来ていると。まあ、そう考えるのは非常に合理的なことだと思います。そしてそれが、まあ、マヤ、アステカにも伝わり、そして今これからお見せしますけども、エジプトでも見つかっているということですね。これは日本の、これは矢立てでね、的に使ってますけども、もともとは王権 のシンボルではなかったかと思います。そして右下がですね、エジプトです。まあ、このように丸い輪に、まあ、あることですね。で、まあ、これは矢の的として使われてますけどもね、それと同じものがエジプトでも見つかっているということですよね。まあ、ちょっと厳しいかなという部分もありますけどもね。まあ、そう、大変よく似てるってことですね。で、結論ということになりますけども、もう和解ですよね。いわゆるまあ、これが、セリキムラさんから送っていただいた、精細な写真ですけども、その写真の中に描かれている、まあ、王権を表す、リボン付きのリングですね。リボン、リング、キングシップです。で、まあ、このキングシップを授かった、まあ、王権を授かった王たちはですね、その土地を支配したわけです。そしてまあこのリングがですね、今までは輪だと思ってたんですけど、これによって初めてこれがですね、渦巻き型の輪であることが分かりました。そしてその形は、井戸尻のまあ高校館に飾ってある土器の、まあこの土器のですね、頭の部分の後ろの、まあこの形と一致したということです。そして同じ場所にですね、頭の部分も発見されているんですよ。大変興味深いことですね。そして、まあ、これがですね、まあ、日本がですね、世界第一の文明であったという証拠になるわけです。地球を見てください、皆さん。日本はここでしょ?真ん中にあるんですよ。
そして日本の縄文文明は、ペルシャの文明やマヤの文明よりも古いんですよ。歴史があるんですよ。ね。そしてそれがですね、ペルシャに伝わった。いいですか？ペルシャから日本に来たんじゃないんですよ。そして、まあ日本から今度は環太平洋を通って、まああの、南アメリカ、北アメリカに大陸に伝わったということですね。その証拠も出てきましたので、まあ少し前それを皆さんにビデオで紹介しました。要するにこうして日本のですね、文明というのは世界の中心にあって、そして東西にわたってですね、その文明が伝わっていたと。まあそう考えて、どこが間違っているでしょうか。その証拠がこの、いわゆる渦巻き型の、リボン付きリングということになります。もう一度皆さん自分の目で確認してください。ここにね、リングがあります。そして同じものが日本の長野県から発掘されてるんですよ。そして日本のリングの方がはるかに征服、精細に精緻に作ってありますね。向こうから日本へ来たんじゃないんですよ。渡来じゃないんですよ。わかりますか？日本から世界に伝わったんですよ。ということで、まあ続くビデオ、どうか。まあお楽しみください。Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. A Fuller Mazda in Japan. It's proof and evidence. I say here in this video, A Fuller Mazda was in Japan. I show you only fact, so it's up to you how to weave or unify these facts.Into a logical theory. Believe it or not. In Japanese, アフラマザーはこの日本にいました。その証拠と証明。アフラマザーというのは、まあ太陽系全体をですね、支配する神の中の神ということになります。そのアフラマザーは日本にいました。これはイランに残るレリーフですけども、右にいるのがアフラマザーです。左にいるのがミトラです。アフラマザーが、まあ、地上の支配権を意味する王権を渡しています。丸い輪にリボンがついています。そしてその王権を表すシンボルは頭の後ろにつけるようになっていたように思われます。リボンが頭の後ろから流れていることに注意してください。すなわち、これが王権を表すシンボルマークだということですね。これも、これもまた別のレリーフですけども、やはりアフラマザーが王に、どこかの王に王権を表すシンボルを、リボンのついた輪を渡しています。そして、この同じように頭の後ろに、後ろにですよ、その王権を表す、まあ、シンボル、マーク、シンボルをですね、つけていることに注意してください。アフラマザーです。そして、井戸尻で見つかった、これが土器ということになってますけども、これは土器ではありませんね。独特のガウンと言いますか、ローブを身につけています。それから、ポコンポコンと頭の後ろに出てるのは髪の毛です。そして、まあまあそのリボンをつける輪がですね、頭の後ろに ついてることに注意してください。これ同じく見つかった土偶ですけども、頭の後ろに輪がついてますね。そして、まあ、ここにリボンのついた輪をつけたか、それはあるいは リボンが取れている可能性もあります。ともかくも、ここにポコンポコンと出ているのは髪の毛だということは、これでお分かりになっていただいたと思います。すなわち、右の井戸地で見つかったこの土器は土器ではありませんね。土偶の一部です。そして、この左の方はですね、腰から下は復元図だそうですから、これは想像して、まあ、勝手にですね、誰かが作ったものだそうです。ですから、当てになりません。で、このように頭の後ろにリボンのついた輪を、まあ、王権を表すシンボルマークをつけていたわけですね。そしてこれが、甲府で見つかっている土偶ですけども、右が甲府、県立考古館、博物館にあります土偶です。同じだということに皆さんお気づきになると思います。まあ、左右反転しましたが、指が、3本だということに注意してください。で、顔が同じですね。まあ、これは同じものと見ますよね。見ます。そして肩のところに独特のなってますかね、くぼみのようなものがあります。同じですね。そしてこの、まあ、甲府の考古館にはですね、同時にこのような、奇妙な、土器といいますか、土偶が並べられています。上は明らかに宇宙服ですね。そして真ん中は歩行補助装置ですね。そして長靴が、ブーツのような長靴があります。も発見されています。そしてこの、くるくるっとしたマーク、注意してくださいね。これは縄文のヴィーナスですけども、同じような、まあ、王を表す、神権を授かったという意味を表す、渦巻きが書いてあります。左は、釈迦堂で見つかった、土器です。
これは何か意味分かってないっていうことだそうですけども、これは逆さまにしてみますと、同じだということに皆さんお気づきになると思います。大きな目が二つあって、そして、特にこの髭のようなね、生命自創地のような、まあ、突起物が出ていることに注意してください。そして鼻は縦になっています。これは二つともバスクですから、このような形をしているわけですね。そして、よく見ますと、左右に同じように、まあ、なってますか。ヒレのようなものがついています。そして、大きな目ですね。そして、目が二重線になっていることに注意してください。まあ、こうした細かいところまで表現しているわけですね。そして、右の方が、ギザ高原で見つかった、まあ、テラコッタって言いますかね、土偶ですわね。で、この首のコンセプト。それから、細い首。それから、大きな目ですよね。そして、頭には帽子をかぶっています。で、このようにして並べてみますと、この三者は同じだことに気がつきますが、さらに目の縁を見ますと、二重線になっています。まあ、このように細かいところまで表現しているわけですよね。そして、鼻が長くて、鼻って言いますかね、このヘルメットがないということですよね。で、その、まあ、これが、まあ、ギザ高原で見つかった像です。そして、もう一度この二つを並べてみますと、これらはまさしく同じものってことになるわけですね。同じ古墳盆地の周辺で見つかっています。そしてこの像を頭にはめてみますと、ちょうど私も井戸尻で見てきましたけども、ちょうどすっぽり入る大きさで両方井戸尻の考古館に今展示されています。そして右がアフラマザーです。アフラマザーがの頭を見てください。この帽子はですね、ペルシャ周辺でも今でもこの帽子が使われています。そしてこの手ですよね、問題は。これがなんでこんなスルスルっと丸くなってるかということが分からなかったんですけども、同じ像がですね、メソポタミアの方からで発掘されました。で、このくるっとね、何かこう、手の、指のない手ということになりますけども、これはニフルサーガです。これは女神の母ですよね。7人のシュメールの、女神の中の7人の一人です。やはり同じような手をしていることに皆さん注意してください。まあ、山の神とかね、豊穣の神とかって言われています。ニフルサーガです。あれ、ニフルサグとも言われていますが、まあ、とにかくこの手で、まあ、謎が解けました。ということで、こうして並べてみますと、まあ、なんて言いますか、日本の、いわゆるその、日本の土偶とですね、あら、と、それから、アフラマズダの関係がこうして繋がっていくわけです。すなわち、まあ、以上のことからですね、この、なんて言いますか、アフラマズダは日本にいたということになります。というのが今日の話です。まあ、今まで何度もこういうことを述べてきましたので、今日はそのまとめということで、もう一度確認していただきたいために、このようなビデオを作ってみました。皆さん、日本にアフラマズダはいたんですよ。もっともこんなことを言いますと、そんなバカなとかそんなはずはないというふうに否定なさる方も多いかと思いますけども、もしそうなら、私は今日ここにお見せした事実をですね、もう一度、まあ、ご自身の目でね、見て判断して、そして、まあ、自分で考えてみてください。ということで、今日のビデオはこれで終わりますが、いかがでしたか？まあ、アフラマズダも日本にいたと。もちろん、イナンダも日本で生まれ育っています。エンキもエンリルも日本にいました。いわゆる日本にはオールキャストが揃っていたということですね。まあ、ともかくも、ここに見せたものはですね、全部一人の神、アフラ・マズダだということです。彼は日本にいました。間違いなくいましたね。と、私は断言いたします。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!